はい、皆さんこんにちは、りなじょーです。今回は全席個室居酒屋あやどりという居酒屋さんに行ってみたいと思います。りなもこの居酒屋さんは初めてです。全部個室ってめっちゃいいよね。九州の美味しい鳥と様々な鳥の創作料理を楽しむ全席掘りごたつ式個室の居酒屋さんということです。それでは早速行ってみたいと思います。はい、早速中に入ってみました。お部屋はね、落ち着いた雰囲気ですごい綺麗な個室でした。いい感じです。今回は飲み放題付きの3000円のコースにしてみました。飲み放題もね、結構いろいろ種類があって、りなの大好きなハイボールもあるし、九州の産地の果実サワーとかレモンサワーも美味しそう。ここは鶏のお店やけんね、唐揚げがめちゃくちゃ美味しそう。手羽付きタワーってめっちゃくちゃインパクトがすごいです。それでは早速いただきます。飲み物は飲み放題メニューからレモンサワーを頼みました。そして早速出てきたのが、これは鶏肉と大根と人参の煮物みたいな感じかな。いただきたいと思います。そしてこっちは鶏のたたきみたいな感じです。美味しそう。人参も大根も柔らかくて、そして鶏肉もめちゃくちゃ柔らかくて、少し甘くて美味しいです。こちらは九州ポン酢を使います。ポン酢を入れて、見た目通り鶏のたたきも美味しいです。みんなは鶏のたたき、水筒とサラダもね、ちゃんとコースの中に入っていました。シーザーサラダです。そして続いて出てきたのが、炙りサーモンの和風カルパッチョ仕立て。今度はね、鶏の桃のたたきも出てきました。さっきとはちょっと種類が違う鶏って感じかな。本当に鶏料理満載です。今度は九州だし醤油を使って食べます。関東に住んどう友達が福岡に来た時に、お刺身の料金が安いし美味しいっていつも来るたんび言いよったっちゃね。りなは野菜は好かんちゃけど、ちゃんとね、野菜も食べますよ。食べますよ。そしてこれはコースに入ってないんだけど、どうしても食べたかったけん別で頼みました。りなの大好きなレバ刺し。昔レバ刺し食べきれんかったっちゃけどね、急にレバ刺しが大好物になったっちゃ。ちなみにレバ刺しは880円でした。このレバ刺し美味しかったです。ドリンクメニューにはこうやって九州の産地のサワーもあるけん、2杯目は博多あまおう、こちらを飲んでみたいと思います。グラスには九州で乾杯って書いてあるじゃん、かわいいよねこれ。そして目玉の唐揚げがやってきました。これね、めっちゃ美味しそうじゃん。もう見るからにね、美味しそうって感じ。塩みたいなのがついとって、塩っていうか粉みたいな、スパイスみたいなのがついとって、それで食べるっちゃけど、もうこれがね、美味しかった。本当に名物って感じです。この粉がね、カレー風味になっとって、鶏肉も美味しいし、この粉も美味しいし、粉って言い方あれやけど、これを食べに来るんですねって感じ。伝わっとう？伝わってないよね。この居酒屋さんに来たら絶対この唐揚げは食べた方がいいです。コースでもまた鳥がやってきました。鳥尽くしです。こっちの唐揚げももちろん美味しかったちゃけど、さっきの半身の唐揚げの方がりなは好きやった。
3杯目は赤玉パンチというものを頼んでみました。これ初めて飲むちゃんね。こちらはコースとは別に頼んだ桃の炭火焼き、1380円です。やっぱりね、炭火焼きもちょっと食べたくなって頼んでみました。続いて現れたのは鶏つくね串、美味しそう。今度は鶏の塩焼きの鉄板もやってきました。初めて飲む赤玉パンチを飲みながらつくねをいただきたいと思います。このつくねね、ふわふわしとってね、美味しかった。なんかふわふわって感じ、優しい感じっちゃけど、味はちゃんとあって、でもふわみたいな、伝わってますか？大好きなポテトはコースとは別で480円で注文しました。これチーズ味で美味しかった。そして締めは鶏飯が登場です。鶏飯も鶏の出汁が効いとって優しいお味でした。そして最後はデザートで締めくくりです。はい、ということで今回はあやどりの3000円のコースと別で単品でも注文したものがあったっちゃけど、一番美味しかったのはリナ的に唐揚げ、あとはレバ刺しもおすすめです。ということで今回はここまで。このチャンネルではこれからも博多弁講座や福岡のことを発信をしていくので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではみんな、また会おう。ごちそうさまでした。バイバーイ、リナジョーでした。福岡大好き、博多大好き、リナ。